それではこれから講演会に移らせていただきます。本日の講師をご紹介いたします。先ほど部長の挨拶にもございましたが、紀藤文樹さんはボーダレスウィズディメンシアのメンバーで名古屋市社会福祉協議会のソーシャルワーカーをされておられます。認知症の人とともに活動する中で社会の中の境界線について考えるようになり、認知症の人の経験を起点に多様な活動を展開するプラットフォームボーダレスウィズディメンシアを立ち上げられました。本日は日々の出会いや活動についてご講演いただきます。それでは紀藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介、皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました紀藤と言います。今日はこれから1時間ちょっとぐらいですかね、皆さんと一緒に、認知症とともに生きていくっていうことについて少し考える時間を持ちたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速始めさせていただきます。まずちょっと今紹介していただいたんですけど、いろいろ横文字が出てきたりして、何が何だか分かんないっていうところもあるかなというふうに思っていて、最近いろんな活動を しているとですね、こう自己紹介がだんだん難しくなってきて、なのでちょっとだけ自己紹介をします。僕は先ほどからもお話しいただいているようにですね、ソーシャルワーカーという仕事を、基本的にはしています。これは社会をどういい方向に変えていくかっていうことを、いつも考えていて、そのために行動していく仕事だと思ってください。で、本業はというか、本業はですね、名古屋市社会福祉協議会に所属をしています。で、かつてはですね、名古屋市の認知症相談支援センターというところがあるんですけれども、そこは名古屋市全体の認知症のことをいろいろやっているセンターだったんですけれども、そこで主に若年性認知症の人たちや家族の支援、あるいは認知症カフェのことだったり、そういうようなことを担当していました。で、2020年にはですね、ちょっと見づらいですね、生き生き支援センターという地域包括支援センターのことを名古屋市では生き生き支援センターというんですけれども、生き生き支援センター、地域包括支援センターに2020年に移動になって、現在もそこで仕事をしています。なので、基本的には月曜日から金曜日までは地域包括支援センターの仕事をしています。で、さらにですね、そこに加えて、認知症のことを、当事者の人たちと一緒にいろんな活動を展開する、コミュニティというか、仲間たちを、緩いつながりですねをやっています。それがこのボーダレスウィズディメンシアという、団体ではないですね、なんかもう緩くやってるので、誰がメンバーで誰がでどうでとかってことはあんまりなくてですね、一応僕も便宜上メンバーと言ってますけれども、緩いつながりだと思ってください。で、今日はこの立場で来ていますけれども、いろいろここもボーダーっていうのは境界線っていう意味なんですけれども、僕も仕事といろんな活動のボーダーって境界線はあえてあんまり設けずにですね、いろんなところを横断してやっているので、ちょっと今日もいろんな本業の話もするし、ボーダレスの話もするしっていうような感じで、横断をしています。で、今までちょっと取り組んできたことなんかは、いろいろ細かく書いてるんですけど、これ皆さんにも資料をお配りしてるんで、もしご興味あれば読んでもらえばいいんですけど、で、僕の中ではですね、先ほどお話した名古屋市認知症相談支援センターというところで、2013年にですね、初めて若年性認知症の人たちに出会ったっていうのが非常に大きな契機になりました。というのはですね、僕は、日本福祉大学っていうところをですね、2005年ぐらいに卒業して、その後ずっとソーシャルワーカーみたいな仕事を高齢者の施設だったりとか地域包括支援センターとかでやってたんですね。で、高齢者の支援をしていて、認知症の人っていうのも、支援もしていたんですね。で、2013年っていうのは僕30代前半ぐらいだったんですけれども、ちょうどなんていうか専門職というかとして、こう自信もついてきて仕事も楽しくなってきたっていう時期だったんですけれども、2013年にですね、その若年性認知症の人たちや家族と出会った時に、そのなんていうか
自信みたいなものとか専門職としての自信みたいなものは あっけなく吹き飛んでしまったというか、それはなぜかというと、その若年性認知症の人たちが抱えている課題っていうのはですね、それまで僕がその仕事の経験の中で、直面してきた課題とは、なんていうか複雑さが全然違ったというか、非常に困難な状況にある人が多かったです。それは例えば40代50代で認知症を発症したときに、もう仕事盛りというか、僕も40代になりましたけれども、仕事盛りで仕事、大黒柱みたいな、昔で言う言い方なら大黒柱みたいな感じで、家族を支えたりとかする場合に、じゃあ仕事ができなくなった時にどうするのかっていうことであったりとか、あるいは子育てですね。僕も今小学生の子供が3人いるんですけれども、僕が出会った若年認知症の人たちは結構50代ぐらいで、こう大学生のお子さんがいるっていう方が非常に多かったんですね。でそうするとですね、もうただでさえ、ね、今大学の学費とか高くて、どうしようどうしようって言ってる中で仕事ができなくなってしまったみたいな話になって、じゃあ学費どうするの、子どもの将来はどうなるのみたいなこともありましたし、そういったような非常にこう複雑でしかも複合的な課題を持っている人たちとの出会いの中で、僕自身は本当にもう何もできないというか、支援者とか、そういう立場としてこう何もできないっていう感じがすごくしていました。で一方でですね、その2013年に、僕はですね、そこの事業として、若年認知症の人と家族 の集う場という形で、歩みの会という、当事者同士が集う場を立ち上げました。でその中では何が起きていったかっていうとですね、そういう非常に困難な状況にある人たち同士が出会っていくと、こうなんていうかな、すごく変化が起きてくるんですね。出会って元気になっていく、もちろんその困難な状態は変わらないわけです、ね、お金の問題は解決してないけれども、なぜか出会って元気になっていくっていう姿をこう目の当たりにしてきました。でその力っていうのは本当に僕にとっては衝撃的で、そこで僕としてはですね、なんていうか、支援者っていうものの限界と当事者同士が出会うことの力みたいなことをすごく感じさせられました。でそれからはですね、やっぱりこの認知症の本人さんたちの声をどう届けていくかっていうことだったり、認知症の人たちと一緒にいろんな活動をしていくことで社会がどう変わっていくんだろうかっていうことに関心を持って一緒に活動をしてきたわけです。で三重県ではですね、多分本当に何回も認知症の当事者の人と一緒に来ていて、こうやって単独で来ることもあるんですけど、結構認知症の当事者の人と一緒に来てですね、こうインタビュー形式で話をしながらっていう講演のスタイルも結構長くやっていました。あるいはそのピアサポート活動といってですね、認知症の本人さん同士が出会う活動であって、励まし合うというか、とにかく出会ったら結構元気になる人が多かったので、出会う場を作るっていう活動なんかも展開をしてきています。でちょっと先ほどもご紹介したんですけれども、このボーダレス・ウィズ・ディメンシアというコミュニティは、そういう中でですね、僕結構本当に認知症の人たちと一緒にいろんなところに出かけました。で出かけていく中で、すごく仲良くなっていって、いろんなことを遊んだりとかしてたんですけど、別に変わらないんですね、当たり前の話なんだけど、認知症だからといって、何か他の人と違うかって言われたら全然変わらないんですよね。だけどこう社会、パッと社会を振り返ってみるとですね、認知症の人とそうでない人っていう形で社会の中では結構こう分断が起きているというか、真っ二つに分かれてているような感じがしたんですね。あの人認知症になっちゃったんだってって言った瞬間に、なぜかこう今まで友達だった人たちが去っていくみたいなことがあったり、地域の中で認知症になっちゃったあの人っていうことで、付き合いがね、少なくなってしまったりっていうことが今普通に起こっていて、じゃあその認知症の人とそうじゃない人の境界線って社会の中ではあるように言われるけれども、それって本当にそうなんだろうかということで、このボーダレス、つまりボーダレスっていうのは境界線のないということなんですけれども、そういったようなコミュニティを今やっています。ちょっとこのあたりはまた後で説明をしたいと思います。で
そういった活動の中でですね、書籍なんかもですね、書かせてもらったりとかして、今日認知症とともに当たり前に生きていくっていうタイトルをつけてもらってますけど、それはこちらの皆さんから見て左手にある黄色い本なんですけども、こちらが僕だけで書いたわけじゃなくて、認知症当事者の丹野智文さんという人とか藤田和子さんという人をはじめとして、9人の実践者が書いた本になっていて、去年ですかね、去年発売しました。でこちら認知症世界の歩き方っていう本も少し監修っていう形で関わらせてもらっていて、これも辺もちょっと後でご紹介ができたらと思っています。はい、じゃあまずですね、認知症っていうことを、少し皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っていて、社会的課題としての認知症ということをお伝えをしたいと思います。先ほどの部長さんの話の中にもあったんですけど、皆さんにちょっとね質問なんですけど、認知症の人の数は何人ですかっていうことですね。で先ほど部長さんからも400何十万人っていうお話があったんですけれども、今実はですねこの人数はですね、このスライドの左上ですね、実は2020年現在で、認知症の人の数は600万人というふうに言われています。でこの600万人という数字ってパッと聞いただけだとちょっと分かりづらいので、もう少し分かりやすく言うとですね、実は今日本の小学生、小学1年生から6年生まで全員合わせて約600万人なんですね。でこれ2020年600万人なので、もうすでにこの600万人ははるかに超えているんですね、認知症の方の推計では。でそうするとですね、どういうことかっていうと、この日本という国はですね、小学校1年生から6年生を全部足した数より、人数よりも認知症の人の数が多い、認知症の人の人数の方が多いと、そういう今日本は状況になっているということなんですね。そう思うと先ほど部長さんも繰り返しお話しされてましたけれども、本当に身近なものなんだっていうふうな理解が必要かなというふうに思っています。でさらにですね、これ数もさることながら非常に問題が大きいなと思うのはこのあたりですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、これは認知症の人たちへのインタビューから分かったことですけれども、アンケートから分かったことですけれども、認知症になった人の多くがですね、友達や知人と会う機会が減った、そして、買い物に行ったり外食に行くことが減ったというふうに答えています。その数は6割から7割なんですね。で単純にですね、600万人のうちの7割の人が、外食行けない、旅行行けないってなったら、でお友達と会ってないっていう話になったらどうですかね。600万人のうち7割っていうと400万人以上になるわけですね。400万人の人が、外食してない、旅行行ってないっていうことであれば、これってやっぱり社会の問題ですよね。だってそれで困るのって、例えば旅行会社は400万人の顧客を認知症によって失っているかもしれない。外食産業も同じです。400万人の顧客をその時点で失ってしまうかもしれないわけですね。そういうふうに考えると彼らにとっては非常に大きな課題になるわけです。でさらにですね、じゃあそれがいけないのが認知症のせいかって言われると、実はそんなことがないかもしれないっていうのがこの下のデータです。ここに書いてあるのはですね、例えば遊びに行きたい、旅行に行きたいってなった時に、多分皆さんお金必要ですよね。なので、ATM でお金を下ろすと思うんですね。でもこの ATM の操作が難しいとか、あるいは電車に乗りたいって言った時に、こう券売機の使い方が難しいみたいな話になった時に、もちろん認知症の症状があるからうまく使えないってこともあるかもしれないですけれども、でもそれ以前に券売機って使いやすいですかっていうことだったり、ATM って皆さん迷ったことないですかっていうことが大事なんですよね。そもそもこっちが使いづらいっていうこともあるんじゃないのっていうことも考えないといけない。そう思うと、じゃあ認知症だけが原因なのかってことではなく、券売機のデザインだったり、ATM のデザインを変えていく必要があるんじゃないかっていうことも言えるんじゃないかと思います。で今ここにですね、何枚かの写真を出しました。ここに写っている人たちは僕の友達のというか認知症の当事者の人たちです。とってもいい笑顔をしていると思います。で、これはですね、僕今毎月1回、大体毎月1回認知症の当事者の人たち
を含めていろんな人たちと、まあ、山に登ったりしてるんですね。ハイキングに行ったりしてます。でその時の写真なんですね。でまあ、そういう活動をする中で、まあ、こういう笑顔の写真、僕写真が好きなので今日写真いっぱい出てきますけれども、写真が好きなのでこの人たちの笑顔を撮りたいなと思っていました。ありがとうございます。でなった時にある時でもふとね、この笑顔って なんでこの人たちこんなに嬉しそうなんだろうってちょっと立ち止まって思ったことがあったんですね。いや言っても僕らがハイキングしてるのってそんなにこう富士山みたいな高い山でもなく、まあ、普通の山ですよに登って、まあ、普通にこう、まあ、なんかみんなで、まあ、楽しいですよ、楽しいけど、まあ、登ってるんだけども、まあ、言ったら大の大人の人たちがちょっとね山に登ってハイキングしただけでなんでこんなに嬉しそうなんだろうって思った時に、いや実はねこれって、実は認知症になってからこういう当たり前のこと、ハイキングに行ったり飲みに行ったり旅行に行ったり、そういうことがこうなかなかうまくできない、できづらい状況になってしまって、久しぶりにできたからこそこの笑顔なんじゃないかっていうふうに考えた時に、これはこの笑顔は嬉しいけれども、そもそももともとやってたことを続けるっていうことがものすごく大事なんじゃないかっていうふうに思うようになりました。でこの図はですね、ちょっと字は見づらいのであれなんですけれども、どういう図かっていうと、これ厚労省の調査研究で出てきたものなんですけど、この図が示しているのはですね、下に行けば行くほどこの紫色のところにはですね、認知症になってからやめてしまったことが書かれています。で上に行けば行くほどですね、認知症になってからもやってることが書かれているんですね。あ、この中でね、山登り好きっていう人います？山登りとかハイキングとか、まあ、山登りってまで言わなくてもハイキングしたりとかって、あ、何人かいらっしゃいますね。ありがとうございます。実は山登りハイキングはこの下の方に書かれています。しかもここの調査に参加した人全員がやめていました。僕もまあね、山登り好きとは好きっていうか、まあみんなと行くのは楽しいので行ったりするんですけど、今の日本ではですね、認知症になるとハイキング続けられない可能性が高い。でじゃあ逆にですね、続けていること、やっていること、上の方を見てみると何が書いてあるかっていうと、手芸とかですね、カラオケって書いてあるんですよ。で僕ね、この結果を見た時にゾッとしたんですね。でなんでかっていうと、手芸とかカラオケって認知症になったからって始めるものじゃないんですよね。でもみんなやってるってことはどういうことかっていうと、多分これデイサービスでやってることじゃないかなって思ったんです。でデイサービスが悪いっていうことではなくて、今の日本では認知症になると今までやってたハイキングとかお友達と遊びに行くっていうことは軒並みやめてしまって、デイサービスにしか居場所がなくなってしまうということなんじゃないかなっていうふうに感じました。なんかそれって本当に怖いことだなっていうふうに思います。であとですね、これはですね、これも厚労省の、調査で出てきたものなんですけれども、これは認知症の人の家族へのインタビューで、認知症の人と出かける際に何が心配かっていうアンケートを取った時のものです。でこの中でちょっと注目してほしいのは真ん中あたりですね、認知症の人と一緒に出かけるとですね、家族はどう思うかっていうと、周囲に迷惑をかけるんじゃないかとか、周囲に歓迎されてないんじゃないかとか、あるいは変な目で見られちゃうんじゃないかっていうようなことを感じているということがこの調査でちょっと分かりました。でじゃあそれはでも家族が感じていることなので、じゃあ実際にそういうことがあったかっていうアンケートも実はこの調査では取っていて、それがこっちなんですね。ちょっと字が数字は細かいんですけども、でここから今ちょっと見るとですね、例えば周囲に迷惑をかけるっていう心配は家族のうちの 39.7%、 まあ、4割の人が感じています。だけどじゃあ実際にそういうことがあったかっていう聞き方にすると、実はそれは 6.6% しかいません。そういうことがあったっていう、つまりすごいギャップがあるんですね。でこれはでそのここに並んでる項目全部にギャップがあります。でそれどういうことかっていうと、家族の人がこう本人と一緒に出かけるときに本人さんに対してこうかなり制限をしてしまっている可能性が
出てきてるんですね。で、じゃあこれ家族が悪いかって言われたらそういうんじゃないんですね。じゃあ家族をそういうふうにさせてるのは誰かっていうのはもう社会なんですね。社会の目がですね、周囲の目がですね、家族に対して本人の行動を制限させるような方向に働かせてしまっているっていうことがあるかと思います。で、そういうふうに思うと、この社会の認知症感みたいなものをちゃんと変えていく必要もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ここでね、改めてちょっとまあ難しい言葉を書いてあるんですけど、認知症とは何かっていうことについて少し考えたいと思います。皆さんの中には認知症サポーター養成講座とかを受けられてですね、認知症のことについて知ってるよっていう方もいるかと思いますけれども、今からお話しすることはどちらかというとその認知症の医学的なものではなくて、もう少し幅広い意味での認知症について少しお話をしたいと思います。認知症の定義っていうのは実はこういうふうに決まっています。これは日本神経学会のとこから持ってきたものですけれども、読むとですね、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態というふうに書かれています。で、実はね、これバーって読むとなんとなく過ぎていくんですけど、難しいんですけど、ちょっと分解してみます。実はこの定義っていうのは2つのことが書かれていて、1つ目はここですね、後天的に脳の障害が脳の中で起きてくるっていうのが1つで、もう1つはですね、日常生活や社会生活、つまり生活に支障をきたしているっていうことが2つ目です。この2つが合わさって認知症なんですね。で、これってどういうことかっていうと、ちょっと障害者っていう認知症は一つの障害なので、障害者っていうところで考えていきたいと思います。例えばこの人のことを知っている方いるかもしれませんけれども、彼は熊谷慎一郎さんといって、東京大学のお医者さんなんですね。で、見ての通り脳性麻痺、彼は脳性麻痺があって車椅子生活をしています。で、彼がこの障害っていうことについて非常に分かりやすく解説をしているので、ちょっとそれをお伝えしたいと思います。彼はですね、さっきの一番のところはですね、彼は脳性麻痺があって体の動きが不自由です。で、これは例えば伊賀にいても名古屋にいても、例えばニューヨークにいても同じですよね。体の動きがしづらいっていうこと自体は変わらない。でも例えばその人がこのサントピア伊賀に来た時に、この会場に来ようと思ったら、例えばこの会場に階段しかなかった場合、どうですかね。彼は多分ここの4階までは上がってこれないわけですね。だけどここにはエレベーターがあります。なのでエレベーターを使うことでこの4階まで来れるということになると、障害っていうのは変わらない、その体の障害は変わらないけれども、エレベーターがあるかないかっていうことで、この人の参加できる場所っていうのは広がったり狭まったりしてしまうということになります。だからこの環境っていうものが非常に大事なんだっていうことをぜひ覚えてもらえたらと思います。じゃあこれをですね、認知症で考えてみます。今からですね、これ動画なんですけど、ちょっと見てもらいたいのは、僕の知り合いのこの人、認知症の当事者です。彼女が今からですね、自宅のドアを開けようとしますので、よく見ていてください。鍵がですね、うまくこう鍵穴に入っていかないですね。なかなか苦労しています。はい、こんな感じですね。で、認知症ってね、結構記憶障害とか物忘れってことばっかり言われるんですけど、実はこういう症状もあります。で、これは何かっていうと、空間の把握っていうの、空間認知機能という、認知機能が人間には備わっていて、それは何かっていうと、物との距離感とかそういうものをうまく測るための機能なんですね。で、彼女の場合は自分の鍵と入れたい鍵穴の距離感がうまくつかめなくなってしまっていて、こういうことが起きてしまいます。で、鍵の開け閉めって皆さん1日最低 2,3 回はしないですか、ね、2,3 回するんですよね、鍵の開け閉めって。で、彼女は長い時は30分以上こうやって玄関の前で
やっている1回につきですよ。そうするとすごい大変なわけです。でも彼女はですね、一つの工夫でこれを乗り越えてしまったんですね。それがこれなんですね。このちょっと分かりづらいですけど、この真ん中の黒い機械って何か分かります？知ってる人いますか？これ実はですね、スマートロックっていう機械なんですよ。これ何かっていうと、スマートフォンを持っている人が近づくと開いて、まあ、離れると自動的に閉まるという機械なんですよね。でこれをつけたことによって、まあ、彼女の生活は一変してかなり楽になったっていうふうに言っていました。で僕も最近このスマートロックを家につけたんですけど、とにかくめちゃくちゃ便利で、僕のやつはですね、近づくとってやつじゃなくて指紋で開けれるやつにしたんですけど、僕は5人家族なのでみんなに鍵持ってたら大変じゃないですか。子供たちも鍵持たせるの大変なので、でもみんなの指紋だけ登録しとけば誰でも開けれるようになってすごい便利だったんですけど、まあ、これで彼女は、楽になったわけですね。でつまり彼女の空間認知機能っていうのは治らないわけですし、変わらないだけれども、この機械一つで大きく生活が変わるっていうことが起きたわけですね。これが環境を変えるっていうことで起きてくることなんじゃないかなというふうに思います。なので今まで認知症って症状にばっかり注目がいってたと思うんですけど、じゃあ何かそれに症状に対応した何か環境を変えることってできるんじゃないかっていうことをぜひ考えてもらえると、認知症のことがよく分かってくるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ今後はですね、認知症の人と、これからはですね、認知症の人といろんな人が出会って学び合っていくっていうことはどういうことかっていうことについて少し話を進めていきたいと思います。これはですね、認知症の当事者の人たちと中学校の野球部がソフトボールの交流プロジェクトをやった時の写真です。その時の話をちょっとしたいなというふうに思います。彼はですね、僕この人もよく一緒に活動していた鈴木康弘さんという、人です。この人も若年認知症の人でした。この当時55歳ぐらいだったかな。とにかくめちゃくちゃ見てる通りなんですけど、野球が大好きなんですね。でいつも僕会うとですね、もう俺野球したいんだけどっていつも言ってたんですね。でもよくよく考えると彼はですね、野球してたんですよ。認知症になる前は草野球チームに所属をして野球を楽しんでいたんです。でも、例えば草野球だとね、メンバーとの連絡だったり、試合の場所に行ったりとかね、そういうようなことがうまくできなくなってきて、だんだんその草野球チームからどうやら疎遠になってしまったということが分かってきました。つまりこれってどういうことかというと、認知症になると今やっぱり野球がしづらくなってしまう、そういう地域や社会に今なってしまっているんではないかっていうことなんですね。じゃあ野球しようよっていうことで、まず何したかっていうと、近くの中学校に行って、校長先生とか野球部の先生たちと会ってですね、高校こういうことで野球一緒にやりませんかみたいな話をしました。でいきなりでも試合っていうよりは、まず中学校の野球部の部員の子たちにですね、この認知症サポーター養成講座っていう講座を受けてもらうっていうことになりました。でこの真ん中にですね、オレンジ色の服を着てさっきの鈴木康弘さんが写っていますけれども、僕はですね、単純にサポーター養成講座やるっていうんじゃなくて、せっかくリーダーシップなんだから自分で中学生たちに思いを伝えてねっていうことを、康弘さんに言って、康弘さんもそうだなって言って、こういうことになり、登壇をしてもらいました。でこの時ですね、康弘さんには、30分ぐらい話してもらおうと思って、行ったんですね。で、例えばその中には、彼は短期記憶障害のある人だったので、短期記憶障害、記憶の障害ってどんな感じなんだとか、例えばあと道に迷っちゃうこととかがあったので、道に迷っちゃうってどんな感じっていうこと、あるいは認知症って診断を受けた時にはどんな気持ちだったのみたいな話を、してもらったんですね。でも彼の持ち時間の30分のうち、その認知症の話はですね、最初の10分だけで、あとの20分は全部中日ドラゴンズの話だったんですね。でもね、それがね、めちゃくちゃ良かったんですね。それなんでかっていうと、実は中学生たちはですね、この康弘さんの話を聞く前、認知症に対して怖いっていうイメージを持っていました。怖い。これなんで分かったかっていうと、一応アンケートを取ったので、
中学生たちは怖いって思ってたっていうことが分かりました。でも中日ドラゴンズの話を一生懸命する安弘さんを見て、あ、なんだこのおじさんって僕らと同じただの野球好きのおじさんだと。そこにたまたまちょっとだけね記憶の障害があるかもしれないけれども、野球一緒にやれるかもしれないっていうふうに体感としてこう思ったんじゃないかなというふうに思います。でこんなふうにですね、当事者と中学生たちがこうグループになって話し合って、こうどうしたら一緒にこのソフトボールを楽しめるかっていう形で、まあルール作りだったりみたいなことの話し合いをするっていうようなこともやりました。でこれが当日の写真です。この彼がですね、これちょっと見づらいかな、一塁って書いたホワイトボードを持ってこうやって立ってるんですね。これなんでだか分かりますかね皆さん。これ実はですね、あの講座の時にこんな話をしました。例えば安弘さんはこう、投げるとか打つとかそういう、こう野球に関する基本的な動作に関しては全然問題ないですね、むしろ上手なんですね。だけれども認知症の人たちの中にはこういう人がいますっていうのを話したのは、打った後に一塁方向に走るのか三塁方向に走るのか、これが分かりづらい人がいるんですよねみたいな話をしたんですね。そしたら彼はですね、交流会の当日こうやってホワイトボードに一塁って書いてですね、一塁のコーチャーズボックスでこっちですこっちですって言って、まあ、叫んでいました。でこのソフトボールの交流は全部で2回やったんですね。で1回目の時の写真がこれです。で2回目の時の写真をお見せします。これですね、分かりますかね、これすごくないですか、これ矢印書いてあったんですね。でこれ見て僕本当にびっくりしたんですね。さっきのね、まあ、この工夫、一塁って書いて人が持って立ってこっちですって言って叫んでるっていうのは、まあ、まあまあ思いつきます僕も。だけどこの工夫はね、僕ねちょっと思いつかないなって思ったんです。で実際じゃあこのグラウンドで野球やったらどうなったかっていうと、みんながこの上走ったんですね。この矢印の上バーって走って、で一塁ベースがの横を通って矢印が曲がってるんですけど、みんな一塁ベース無視して矢印の方に走ったんですね。で驚くべきなのはここに対して の工夫もちゃんとしてあって、ベースの横に見にくいんですけど赤いラインが引いてあります。この赤いラインも中学生たちが考えていて、この赤いラインを越えたらセーフにしますっていうルールもちゃんと作ってあったんですね。すごいなと思って、でこれはですね、まあ、僕がいくら考えても出てこないアイディアだと思うんですね。野球が大好きな当事者、認知症の当事者と野球が大好きな中学生たちが出会ってどうしたら一緒にやれるんだろうかっていうことを考えたからこそこういうアイディアが出てくるんだっていうことだと思うんですね。これがね実際の野球の時の写真ですね。でこれはこの写真はですね、その試合が終わった後中学生たちがバーッと安弘さんのところに駆け寄ってきて、口々に今日楽しかったですってまたやりましょうっていうふうに言ってました。で安弘さんもねちょっとシャイな人なんでおーとか言いながらですね、照れながら嬉しそうにしてたんですね。でこの姿を見た時に、この一緒に楽しむっていうことがすごくこの両者の距離を縮めたんじゃないかっていうふうに感じました。でこの時僕が感じたのはですね、この共に楽しむっていうことって、こう共に学び合っていくことでもあるし、共に生きていく、さっき部長さんからも共生社会っていう言葉が出てきましたけれども、共に生きる力っていうものをお互いにこう身につけていけた、そういう機会になったんじゃないかっていうことを感じました。そしてここにはですね、認知症の本人と中学生だけではないんですね。人の場にいたのはもちろん、例えば先生たち、顧問の先生たちだったり、あるいは中学生の保護者の人たちもいたし、あるいは僕ら、ね、コーディネートする人だったり、あるいは地域の人たちも結構来てたんですよね。なんか中学生がなんか面白いことしてるぞっていうのを聞きつけて来てたんですね。でこの時はすごい面白いなと思ったんですけど、
普通野球って外野3人じゃないですか、3人だけど、この時はね10人ぐらいいたんですね。でみんななんかそれぞれ勝手に入ってきて勝手に球拾いするっていうことだったり、あるいは横見るとですね、地域の近くの商店街の親父さんがなぜか勝手に入ってきて勝手に豚汁作ってみんなに配ってたりとかしててなんかわけのわかんないことになったんですけれども、なんかそれとってもいいなって僕は思ったんですね。すごい面白い場になったなというふうに思ってます。で今僕たちはですね、この地域共生社会という言葉をよく使うんですけれども、この地域共生社会ってはっきり言ってよくわからないんですよ。地域で共生ってどういう意味なんだろうか、なんかいい言葉に聞こえますよね。だけどその中身って何だろうかって言われた時に、いやまあちょっとよくわかんないなって正直思ってたんですけど、でも僕はですね、このグラウンドにいた時になんか初めてそこで、あ、共生社会とか共に生きるっていうことってもしかしたらこういうことなのかもしれないっていうような、なんとなくのこう手触りみたいなものを感じることができました。今まで僕らは福祉の関係者だったり、まあ、行政もそうだし、まあ、あるいはボランティアを一生懸命やってきた人たちもそうかもしれないんですけれども、その人に何ができるかっていうことを一生懸命考えてきたと思うんですね。でもこれからはそうではなくって、その人と何ができるかっていうことを考えていきたいなというふうに思ってます。これ日本語ってすごいなと思うんですけれども、にからと一文字、たった一文字変わっただけですごい大きな違いがあります。その人と一緒に何ができるかということを考えていくと、自然と社会はそれで変わっていくんじゃないかなというふうに思っています。でこれはですね、認知症フレンドリーな社会っていうこと、まあ、これほぼ地域共生社会に近い言葉なんですけれども、仙台の山崎先生っていう先生が、この人はお医者さんですけれども、彼が、認知症フレンドリーな社会っていうのはですね、どこから始まるかっていうことを非常に明確に書いています。たった一人の当事者から始まっていいし、むしろ一人の当事者との出会いから始められなければならないっていうふうに書いています。で、さっきの鈴木康弘さんとソフトボールの例を見てもですね、鈴木康弘さんがソフトボール野球やりたいっていうふうに言わなかったら、この取り組みって始まってないんですね。で、一人の人から始まっていくっていうことがとっても大事なんだっていうことですね。で、こういう話をするとですね、一人の人だけの意見に引っ張られていいんだろうかみたいな感じで思われる方もいるかもしれないんですけれども、いや、むしろ一人の人から始まっていった方がぐっと進むんだっていうことでもあるんですね。なのでちょっとそういう不安な気持ちはあるかもしれないんですけれども、ぜひ目の前にいる一人の人の話だったり思いから何か小さなことでも始めてみるっていうことをぜひやってもらえたらなというふうに思っています。さらにじゃあちょっとここからはですね、もう少し範囲を広げていって、認知症フレンドリーデザインっていう話を少しさせてもらいます。この言葉もですね、皆さんからすると非常にこう馴染みのない言葉というか、そういう感じだと思うんですけれども、まあ話を聞いてもらうとですね、ああなるほどっていうふうに思うことも多いんじゃないかなというふうに思ってます。これ先ほどのグラウンドですね、先ほどのグラウンドを上から見たところです。矢印が書いてあって、まあ、みんなで、まあ、認知症の人も中学生も一緒に野球を楽しめるという、まあ、グラウンドのデザインになっています。こういう環境を作っています。で、このグラウンドに、まあ、地面に矢印が書いてあるっていうのって、僕最近街の中でもこう見かけることが増えてきました。それどういうことかというと、こういうことですね。この左の写真はですね、名古屋市の地下鉄の案内なんですね。床に矢印が書いてあります。で、この右の写真はですね、今僕が仕事をしている名古屋市の北区役所というところの、地面に案内が書かれているのを写真にちょっと撮ってきました。こんなふうにですね、よく考えると、今地面に矢印で案内されているっていうのっていろんなところで見かけるようになってきています。で、じゃあ今までこの案内板とかってどういうふうになったかって、こういうふうだったですね。まあ、今もこうなんですけど、これは駅の、まあ、コンコースとかホームとかそういうところでよくある案内板ですよね、これね。で、注目してほしいのはこの真ん中の上向きの矢印ですね。
これ皆さん、この上向きの矢印ってどういう意味か分かりますか？この上向きの矢印、これ上向きの矢印が書いてあってトイレのマークが書いてあるんですけど、トイレはどこにあるんですかね？ありがとうございます。そうですね、あの前進して奥にあるっていうことですよね。で、実はですね、この上向きの矢印を見ると混乱するっていう認知症の本人さんは意外と多いですね。なぜかというと、この上向きの矢印を見ると文字通り上に行かなくちゃいけないっていうふうに感じる、そういうふうに認識する。で、なんだけど周りを見渡してもエレベーターがあるわけでもない、階段があるわけでもないとなったときに、私どうすればいいのっていうことで混乱をするというふうな話を何度か聞いたことがあります。で、実はこの2次元のこの上向きの矢印を3次元の奥へ進むっていうふうに感じ取るためにはですね、脳の中で結構大きな変換が必要なんですよね。つまり非常に脳の負荷、脳の負担の大きいデザインだった、案内図だったっていうことになるかなというふうに思います。じゃあそれに対してこれはどうかっていうふうに考えると、あの矢印に沿っていけばいいので、かなり脳の負担としては軽いということになってきます。で、こういうふうに考えるとですね、今までこれが当たり前だったわけですね、常識だったわけですよね。でもそれが認知症の人たちが、いやこれ分かんないよって、分かりづらいよって言ってくれると、あ、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないっていうものが生まれてくるかもしれません。おそらくですね、あの僕も割と方向音痴な方なんですけど、結構僕は矢印は下に書いてあった方が嬉しいんですね。で、これを見ると結構安心するんですけれども、つまり認知症の人だけではなくって、いろんな人にとってもより分かりやすい、まあ皆さん脳で考えてますので、ね、より分かりやすいものができるんじゃないかっていうふうに感じたわけです。で、今までこう社会が当たり前だと思ってたことだったり、常識みたいに思ってたことが、認知症の人たちの経験を聞いてですね、じゃあどうしたらいいかっていうふうに考えていくと、もしかしたら変わっていく、より良いものができていくかもしれないっていうのが、この認知症フレンドリーデザインの面白いところだと思っています。他にもいくつかちょっと例を紹介します。まあ、これなんかは非常に分かりやすいんですけれども、これは日本のある高齢者施設なんですけれども、黄色いドアに、お手洗いっていう言葉と、便器の絵が書いてあります。まあ、これはまあ、あれですよね、あのトイレがこう分かりやすくなっているんですね。まあ、認知の人たちの中にはね、あの割とトイレ、 お家の中でもこうトイレの場所がこう分かりづらいわっていう人はいるので、まあ、こういう工夫で、これはあの非常に大事なのはですね、あのお手洗いっていう言葉と絵両方で、表してある、まあ、よくあるのは結構その簡単にした、すごいトイレをすごい なんていうの、簡単にしてしまった図だけポンって書いて、まあ、おしゃれですよ、おしゃれなんだけど意外と分かりづらいみたいなこともあるんですけど、まあ、これは割と具体的なトイレ、便器の絵が書いてあって、お手洗いっていう言葉も書いてあるっていうのが非常に分かりやすい。で、これなんかはね、あのぜひご自宅で、あの認知症の人で、まあ、自宅でもちょっとトイレは分かりづらいんだよねっていう方がもしいたらですね、あのやってみるといい一つの工夫なんじゃないかなというふうに思います。で、今度はね、海外の例も紹介をしていきたいなと思います。で、これ右の写真、これなんだか分かります？これ実はね、トイレなんですね、トイレの便器で、あの日本でよくあるのがですね、白い壁に白い床に白い便器が置いてある、ね、なんか皆さんもね、だんだん分かってきたと思うんですけど、白い床、壁に白い床に白い便器が置いてあったら、やっぱどこに座っていいかすごく分かりづらいですね。それで失敗をしてしまうっていうこともあるわけですね。分かりづらくて、ね、お尻がずれてしまったらとかってことを考えると非常にこうやりづらいわけですね。で、まあ、これはまあ分かりやすく壁と床と便器を、まあ、色を変えているということになります。で、あのまあ僕らからするとでもね、ここってちょっとあのトイレしづらいなみたいなところはあるかもしれないんですけど、まあ、それは色の工夫だっていうふうに捉えてもらって、なんていうか、あの方法としてあの知っておいてもらえるといいかなというふうに思います。で、この左の写真ですね、あのこれが僕本当に大好きなあのフレンドリーデザインなんですけれども、パッと見て分かるようにですね、タンスというかクローゼットの、ドアが透明に
になっているんですね。でこれどういうことかというと、認知症の人たちの中にはですね、とってもお気に入りの服なんだけれども、その服をこうクローゼットにしまってこう、扉を閉めてしまった途端にスッとこう頭の中からその服の存在が消えてしまうという方が、まあ、かなりいますね。でそれってすごくもったいないことですよね。せっかくお気に入りの服でそれを着て今度お出かけしようって思ってたその服がですね、頭の中からこう消えてしまったら、それはとてももったいないなって僕は思います。でこれですね、透明な扉でその服が目の前から消えない工夫がされています。でこの右にあるタンスもですね、大きくこうスリットが入っていて中が確認しやすいようになっています。僕は普段はね、地域包括支援センターで仕事しているとですね、まあ、結構一人暮らし の認知症の当事者本人さんの家に行くことが多いんですけれども、そこでよく見かけるのはですね、透明な衣装ケースだったり透明なレターケースみたいなものをすごく上手に使っている方が結構たくさんいます。でそれは頭の中から大事なものが消えない工夫なんですよね。とてもいいなと思います。でこれはですね、オランダの高齢者施設です。皆さんね、高齢者施設とか病院とか行かれる方とか、まあ、働いてる方もしかしたらこの中には見えるかもしれませんけれども、まあ、日本のその高齢者施設や病院を思い浮かべるとですね、白い壁にですね、白い扉が、同じ白い扉が並んでいるという、そういうことになっているところが多いですよね。でそうするとですね、まあ、例えば認知症の本人さんが扉を間違えてですね、他の人の部屋に入っちゃうみたいなことがよく起きるわけです。そうすると看護師さんとかに怒られちゃうわけです。でちょっと何してるんですか、これ他の人の家ですよ、部屋ですよって怒られちゃうわけですね。でもね、よく考えてくださいね、白い壁に白い扉が同じものが並んでて、それ間違えない方が結構難しくないですかっていうことなんですね。で、このオランダの施設ではですね、まあ、ちょっと見ての通りというか、一枚一枚のドアのデザインが変わっています。でこれただ変えているだけっていうじゃないんですね。実はこれシールになっていて、まあ、張り替えができるんですけども、 なぜそうなってるかっていうと、実はこれはですね、まあ、例えばこのおじいちゃんの部屋には、このおじいちゃんが前に住んでいた自宅の扉を写真に撮ってきてここに貼るっていうことをしてるんですね。でそうするとですね、やっぱり間違いが減るわけなんですよね。で今までですね、例えば看護師さんとかが手引きでね、こうやっておじいちゃん行くよって言ってね、部屋に連れてって言ってたわけですよ。でそれが自分で帰れるようになったら、看護師さんとか介護をする人の負担って、まあ、減りますよね。でもそれだけじゃないんですよね。おじいちゃんの立場に立ったら、あの人の立場に立ったら、毎日毎日何回も何回も自分より年下の人たちに手引き歩行されたくないわけですよ。そんなの嫌ですよね。自分で帰れるっていうことがこの人の尊厳にとってどれだけ大事かっていうこともあるわけです。両方にとっていいことが環境を変えると起こってくるっていうことなんですね。で今この先ほどもご紹介しましたけれども、この認知症世界の歩き方という本が出ています。これもしかして読まれた方っています？あ、何人か、ありがとうございます。これ結構売れてですね、15万部ぐらい今売れているらしいんですけど、僕も監修をさせてもらってるんですけど、書いたのはこの、加計雄介さんっていう人です。この加計さんはですね、じゃあ何者かっていうとデザイナーなんですね。デザイナーで、彼がいつも言ってるのは、その上に書いてありますけれども、認知症の課題ってデザインの課題なんだって彼はいつも言っていて、でその言葉に出会った時に、ああなるほどって思ったんですね。つまり認知症の人を迷わせてしまっているのは誰かっていうことですね。それは今まで自分たちがこう、まあ、おしゃれなことだったり、なんていうか、こうかっこいいものをデザインしてきたかもしれないけれども、そもそもこの高齢社会になっていく中で、分かりやすさだったり認知機能の衰えがあったとしても自分でできるみたいなことが実現されていくっていう方のデザインにもうどんどん変わっていかなくちゃいけないんだっていうことをいつも言っています。
結構面白いのでよかったらぜひ読んでもらったらいいかなと思います。でまあ、いきなり買わなくてもですね、このウェブサイト、ホームページがあるので、これもアニメーションがいっぱいあってですね、すごい面白いウェブサイトになっているので、よかったらご覧ください。じゃあここからですね、ちょっと僕が今地域包括支援センターの職員として少し関わっている事業についてもお話をしたいと思います。名古屋市北区っていうところはですね、まあ、大体人口でいうと16万人ぐらいの中で、まあ高齢化率、まあ、まあは 28% ぐらい で一番の特徴はですね、実は一人暮らしの人がめちゃくちゃ多いっていうのが特徴です。でしかもそのうちの、認知症の人の中でも一人暮らし、まあ、なので、一人暮らしをしていてこう認知症になっていくっていう人がすごく多いんですよね。でその人たちがじゃあみんな施設に入ればとかってそういう話ではなくって、その人が一人でも生活していけるためにはどうしたらいいかっていうことを、考えていく必要があります。でその中ですごく重要なのはですね、じゃあ誰がそういう街づくりをするのかということですね。今まではですね、行政とか、まあ、地域包括支援センターとか、まあ、あるいは例えば、ボランティアさんとかですね、そういう人たちが主になって、街づくりとかってこう認知症の領域では進めてきたと思います。だけど実はこれからはですね、共に当事者の人たち、今まではもしかしたら認知症の当事者の人に会議できるのとか、街づくりなんてできるのっていう形でもしかしたらちょっと、排除されてしまっていた人たち、でも一番大事だった人たちを一緒にやっていこうっていうのがこの事業で一番大事にしていたところです。で、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、まずはですね、何よりも本人ミーティングっていうのをやりました。これは認知症の本人さんたちがですね、集まって、まあ、この町についていろいろ話をすると、ワイ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 話をするっていうものです。今全国に広がりつつある取り組みです。やっぱり認知症の人が生活しやすい町っていうふうに考えたときに、じゃあそれまず誰に聞けばいいかって、やっぱり認知症の人たち本人なんですよね。でも本人さんたちが自分の思いを話す場が今町にはない。まあ、伊賀市にもしかしたらありますかね、そういう場が。あんまりないですかね。うん。北区にもなかったので作りました。そういう場を作っています。でこの中で一つ工夫したことをちょっとお伝えしますね。これグラフィックレコーディングっていう手法で書かれたものなんです。かわいいですよねこれね。でこれ何かっていうと、今まで僕本人ミーティングっていうのはいろんな地域でやってきたんですけど、いつもホワイトボードに、まあ、話を板書するっていうことをやってたんですね。でそれなんでかっていうと、まあ、認知の人たちの中にはですね、こう今何話してたんだっけっていうのが途中でこう分かりづらくなってしまう人がいるっていうことに対して、まあ、合理的配慮の一つとして板書をしてたんですね。でもね、板書っていまいちね、あんまりみんな見てないなって感じはしてたんですよね。で、まあ、でも合理的配慮だから必要かなと思って、このグラフィックレコーディングっていう手法をちょっと取り入れてみました。これ何かっていうと、もうその場でどんどん絵にしていくんですね。字じゃなくて絵にしていくっていう手法なんですね。でそれを取り入れたらですね、どうなったかっていうと、みんながものすごく話すようになりました。なんでかというと、やっぱり自分が話したことがどんどん絵になって形になっていくっていうのってすっごく楽しいですね。だからどんどん議論が促進されるっていう効果がありました。で実はですね、この名古屋市北区ではですね、今グラフィックレコーディングをみんなで学ぼうって言って、地域包括の職員や区役所の職員が一緒になってこのグラフィックレコーディングを学んでいます。そして自分たちの普段の会議の中に取り入れていっています。でそうなったらどうなったかっていうと、今まで本当にクソつまんなかった行政の会議、地域包括の会議がめちゃくちゃ面白くなってきたんですね。今までネガティブなことばっかり言ってた人がポジティブなことをつぶやくようになってきた。でこれは認知症の人たちの本人ミーティングからですね、生まれたこのアイデアが今北区では広がりつつあって、街づくりにどんどん生かされていっています。そんなこともありました。でさらにですね、まあ、行政ではよくこう会議体を作ってね、いろんなことを進めるっていうことがあるんですけれども、今まではですね、まあ、名古屋市はどこの区もそうだったんですけど、認知症の会議っていうとお医者さんがいて、まあ、専門職って言われる人たちが、まあ、会議に参加して
いたんですね。まあ、よくて介護家族の人が入ってるっていうぐらいだったんですね。でそれをしっかりそれはちょっと見直そうっていうことでどういう会議にしたかというと、まず、まあ、認知症の当事者がその会議に入るっていうこと、そして、地元のものづくり企業の人にも入ってもらいました。でこの2社だけではちょっとまだ足りないなっていうことで、まあ、先ほどからデザインって話をしてますけど、彼は名古屋芸術大学っていう大学のでデザインを専門にやってる先生なんですけれども、彼に入ってもらってこの3社で会議をやるっていうことをしました。でそしたら非常にこの3社がうまくいい話をしていってですね、この中からいろんなことが生まれていくことになっていきました。でその中から一つ生まれたことを紹介したいと思います。さっきも北野区の企業さん、どういう企業だっていうと、実は靴下とかをこう作る企業なんだですね。で、まあ、この人社長さんなんですけど、その社長さんが、この会議に参画してくれました。で、第1回目の会議の時にどんな話をしたかっていうと、まあ、この企業の人はですね、僕らは絹とかね、そういうこだわった素材でこだわった靴下を作っている会社なんですっていう自己紹介をしてくれました。でそこでですね、参加していた当事者の委員の人が入っていて手を挙げて、私靴下履けないんですって言ったんですね。でその時この社長さんはびっくりしたんですね。え、そうなのっていう風で、で実はこの社長さん、この会議に誘われてきたんだけれども、なんで自分が認知症の会議に呼ばれてるんだろうっていうのが、まあ、全く分からずに来たそうなんですね。後で聞いたらそうだったの。でだけどそこで、あ、そうなんだっていうことで、まず出会いが起こったっていうことです。でその出会いから実は認知症の人も履きやすい靴下プロジェクトっていうものが始まっていきました。でこの社長さんは何度も地域のデイサービスに通って認知症の人たちにヒアリングをして、こう試作品を作ってっていうことを繰り返していきました。でそれがですね、今年の6月実はユニークスっていうブランドで、商品化されました。これよかったらぜひ履いてもらったら嬉しいなと思うんですけれども、こんな商品化をされていきました。でこの商品の特徴って何かっていうとですね、認知症者は靴下履けないのってどういう状況かっていうと、結構こう靴下履こうとするとですね、このつま先のところに引っかかってそれ以上うまく入らないみたいなことがあるんですね。でもう一個はですね、靴下ってかかとがありますよね。かかとで、かかとがこう甲の側に来ちゃうと、ひっくり返って履いちゃうと結構気持ち悪いじゃないですか。でも、まあ、さっきの空間認知機能の、ことが難しい人は特になんですけど、裏返ってたりひっくり返っているものを直すってことが難しいですね。でそういう話をいろいろ聞いていった中で、この靴下の2つ大きく特徴は、まずかかとがない袋状の靴下であるということですね。だからどこから履いてもある程度しっかり形になってくれるっていうのが一つで、もう一つはこの履き口が非常にこう伸びやすくなっているので、こう割と履きやすく、なんか引っかからずに履けるっていうのが、2つの特徴です。で僕の知ってる人が、まあ、履いてる映像があるのでちょっと見てもらうと、今彼がですね、まあ、彼も普段は結構自分で靴下履くのが難しい人なんですけど、割とこの靴下はね、履きやすかったっていう話がありました。この靴下クシュクシュクシュってやるじゃないですか。これね、なんかやる人とやらない人がいるらしいんですけど、まあこれ結構大事な動作なんだっていうこともこのヒアリングの中で分かったりして結構面白かったんですけどね、まあ、こうやってクシュクシュクシュってやりながらこう入れてですね、で、まあ、これからスルッといくんですけど、まあ、かかとがないことによってね、まあ、どこから履いてもある程度靴下の形として履きやすいっていうものになっています。でとっても面白いのはですね、実は今まで靴下って介護用の靴下っていうのがあったんですね。介護用の靴下、それ何かっていうと履かせやすい靴下だったんです。でその履かせやすい靴下、確かに介助者は楽かもしれません。だけど皆さん自分ごとでちょっと考えてもらうとですね、毎日毎日誰かに靴下履かせてもらうって、まあ、最初の1回か2回はねいいかもしれないですけど、やっぱり嫌になってくると思うんですよね。でやっぱりじゃあ自分でできるっていうこと、
が非常に大事なコンセプトになっています。でこれはやっぱりね、今まで全然認知症と関係ないって思ってた靴下屋さんと靴下は履けないよっていう当事者の人が出会う、そういう場を、僕らも作っていった中で、初めてこういうことが起きてきたんだっていうことを思っています。でこうやって出会っていく、学び合っていくっていうことそのものが非常に大事なことだし、新しいものを生んでいくんだっていうふうに思っています。実はこれはこの写真をですね、この靴下屋の社長さんが、その会議の中でですね、この試作品を作って持ってきてくれた時の写真なんですね。でこれねこういうふうになって試作品ができたよって言って持ってきてくれたんですね。でこの時そのこの靴下の試作品を見て、その靴下履けないって言っていたその当事者の人めちゃくちゃ喜んでたんです。もうめちゃくちゃ喜んでました。そうですね、自分の経験がこうやって形になっていって、あめちゃくちゃ喜んでて、僕それ見て本当に嬉しいなって思ったんです。でパッてこっち見たらですね、この社長さんもめちゃくちゃ喜んでたんですね。でもう本当に喜んでたんですね、この社長さんも。でこれを見た時に、あこういうことが大事なのかもしれないっていうふうにすごく感じました。誰か一方が作ってあげて喜ばすではなくって、一緒に作ったからこそお互いが喜び合えるっていうことが街の中で起こっていくっていうことがものすごく大事なことなんじゃないかっていうふうに改めて感じました。でこの社長さんがよく言ってます。企業という立場でね、社会課題に取り組むっていうことはこうマイナスをゼロにしてあげるみたいな話ではなくって、こうやって新しいものを生んでいく、そういう力があるんだっていうことをいつも言っています。でまあ、この辺は北区の、認知症フレンドリーコミュニティガイドっていうものを作ってますので、もしご興味あったら読んでもらえたらと思います。でその中に、ですね、僕らはガイドの中で、指針っていうものを作って5つのガイドを指針を作りました。でその中で僕がすごく大事だなって思ってるのはこの3番目で、トライアンドエラーで、を繰り返しながら街づくりを進めますというふうに書かれています。今までね、特に福祉の行政とか僕ら包括の職員とかは、いかに失敗しないかっていうことを考えてきてたんですね。あとあるいは当事者の人に失敗させちゃいけないって思ってたんですよね。でもそうじゃないんですよね。一緒に失敗するんだったらそれは力になっていく、だからトライアンドエラーでいけばいいんだっていうことなんですね。実はこの言葉は認知症の当事者の人たち、その会議の中だったり本人ミーティングの中でもすごく話し合われて、このトライアンドエラーっていいよねっていうのが決まっていったんですけれども、その中で僕が印象的だったのはある認知症の本人さん、彼はずっと会社を経営していた人だったんですけれども、いやこれはねやっぱり失敗しなきゃいいものってできないんだよっていうことをすごく言ってくれて、もうこれがもう一発採用になったという思い出があります。で今はですね、とにかく人と人が出会う場を作ろうということで、北区ではこのアイデアミーティングっていうのをやっていて、ここにはですね認知症の本人さんはもちろんですけど、企業の人とか学生とか地域の住民の人とかいろんな人がここに集まってきています。で何をするかっていうと、ただお話をするですね、よくねアイデアミーティングって言って企業の人が来ると、なんか認知症の人に優しい商品を作らなきゃとかサービス開発しなきゃっていう風な気持ちで来るんですよ。でもそうするとそれだとうまくいかないんです。実はなんでかっていうと、その時点で差ができてしまってるんですね。支援する人される人っていう、でそうなった途端にも当事者の人は力を発揮できなくなってしまいます。で当事者の人の力が失われたらこの場はもう終わりなんですね。つまり当事者の人の力がどれだけ出ているか、その環境をどう作るかということがこういう場作りの非常に重要なところです。で、その中でどんなことをしているかというと、ここで出会った人たちがただそこで出会っただけじゃなくて、一緒に時間を過ごしてみようということでフィールドワークに出かけています。これは今年の5月ぐらいに愛知県の 犬山城に行った時のフィールドワークの写真ですけど、この時本当に2歳から80歳まで85歳か70人参加しました。
で、この中にはもちろん企業の人も結構いたし、まあ、本人さんがもうとにかくたくさんいました。30人近くいたかな、20何人はいて、で結構ね、いろいろみんなこんだけたくさんいて、犬山城って結構混んでるんですけど、みんな迷っちゃったりとかいろいろしたんですけど、でも結果本当に面白いことがいろいろ起きていて、この中の一人の80代の当事者の人なんかは、ここで犬山城の階段、犬山城の階段って急で有名なんですけど、その階段を何十年ぶりかに俺は登るんだって言って、で実際登ったんですね。まあ、僕結構後ろから押してたんですけど、登ったんですよ。で登って、わなんかすごくいい景色を見てですね、その人はなんか俺は当事者としてなんかやるって言ってですね、その時急にですよ、でやるって言って、それからいろんな話し合いをその地元の人たちと続けていって、この間 NHK フォーラムっていう大きい舞台にその人出て話をしてくれたりっていうことが起きてきました。そうやってやっぱり本人さんが力をつけていくっていうことがすごく大事だし、それを見ている僕らもすごく引っ張られていくんですね。それにすごく勇気が出ていきます。で、北区ではですね、今認知症本人の集いっていうのを毎月1回ぐらいやっています。でその中で起きたことも少しお話をしておこうかなというふうに思います。この真ん中に写っている彼はですね、川本さんといって、まあ、彼も認知症の当事者なんですね。でこの時本人の集いで何をしてるかっていうと、みんなでいろいろやりたいことを出し合ってるんですね。やりたいことを実現していくっていうことをやってます。でこの人がやりたいことは何だったか、実は彼今60代なんですけど、40年前20代の頃はバンドマンだったんですよ。でバンドマンでまたギターがやりたいっていうのが彼の望みでした。でじゃあやろうっていうことで、彼の話をどんどん聞いていったらですね、昔の写真が出てきたんですね。これすごくないですか。これさっきの人です。この人40年経つとね、人って変わるなっていう感じがしますけど、まあこんなバリバリのロックバンドをやっていた人だったんですね。で昔の写真が出てきたので、でも一人でバンドってできないので、まあ、バンドメンバーを募集して、この間、やりました。でその時の写真がこれで、まあなんかいろんな人に声かけたらですね、なんかこの人なんかプロの元プロのギタリストらしいんですけど、なんかこの人がこう駆けつけてきていろいろサポートしてくれたりみたいなことが出てきて、で一緒にギターを弾きました。でこれがですね、彼が持っているのが3いや4もうだから彼が初めて買ったギターというか、彼が16歳の時に、買ったギターを1本だけこうやって持ってきてくれて、弾いていました。で結果的にはですね、彼は、認知症の認知機能の低下によってギターをこうもう持つことができなかったんですよ。ギターを持つことができなかったんです。もうこうやってギターって普通立ててこうやって弾きますよ。こうやって 寝かせて持つことしかもうできなくなってしまっていました。でもじゃあこれで彼がすごくこういうこれで失敗で落ち込んだかっていうと、そんなことは全然なくって、またやろうっていうふうに言ってくれて、僕もね、ぜひ一緒にやろうっていうことで、またこれからこのプロジェクトは続いていくかなという思ってますし、まあ、これどうやったらギターが弾けるかっていう視点もありますけど、彼はすごくこう踊ってたんですね、この時。ちょっとこれ動画って音聞こえるのかな、聞こえないかもしれないんですけど、ちょっと見てほしいんですけど。こんな感じでむっちゃ面白かったんですよね。でギターがどうしたら弾けるかっていう視点だけじゃなくて、彼がどうしたらこれから先もロックを楽しめるのかっていう視点もあって、まあ、実は名古屋市北区っていうのはなんかジャズの街って一応言ってて、で音楽で街おこしをし、街づくりをしてるんですけど、
認知症になったこの人が音楽を楽しめないのに北区が音楽の街だって言えるはずがないんですよね。だったらこの人が音楽を楽しむっていうことはどういうことなんだろうかっていうことを一緒に考えていきたいなというふうに思っています。で、今紹介したのはですね、認知症の本人さんたちがとまず出会っていくことだったり、その出会っていく中でですね、いろんなことが起こっていきます。出会っていくことでやっぱり心が動いていくし、その人のことを好きになったりとかするっていうことがやっぱ起きていく。だからそういうことが起きないとまず、変わっていかないだと思います。で、街をどう本当に変えようと思ったらですね、出会って学び合うっていうこと、あるいはここにアングルシフトって書いてあるんですけど、これは視点が変わるっていうことですね。認知症をただの病気の人っていうことで見るんじゃなくて、その人と一緒に何ができるんだろうか、そのできることっていうのは例えばギターなのか野球なのか何でもいいと思います。サーフィンでもいいかもしれないし、山登りでもいいかもしれない。そういうようなことを一緒にやることでどんどん見方が変わっていくっていうことが起きてくる。で、これをですねやっていくと自然と人が変わっていくんですね。人が変わる。で、やっぱり町が変わるってどういうことかっていうと、やっぱり町っていうのは人でできていますので、人が変わるっていうことが一番大事で、その人たちがトライアンドエラーで失敗しながらもいろんな挑戦を続けていくとですね、いろんなアイデアが生まれていてっていうことが起きてくると、そういうことがこうぐる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 いい循環が生まれていくと、認知症の人が住みやすい街っていうのは自然にできていくんじゃないかなというふうに思っています。だからこれは作ろうとするんではなく、できていくものなんじゃないかなと考えています。で、ちょっと時間がなくなってきたので、僕らは今いろんなことをやってるんですけど、1ヶ月に1回ぐらい、これは週に1回ぐらいオンラインでの、つながり作りみたいなことをしたりとかですね、先ほどもお話ししたような、歩く、ただ歩くっていうことを一緒にやっています。これもなんか目的があるわけじゃなくて、ただ歩くと。で、この人高見さんっていうんですけども、彼はですね実は岐阜県の岐阜市に住んでいて、彼はですねこの金華山っていう山があります、岐阜市に。それは信長が城を建てた、斎藤道三だったかな、信長も住んでたお城なんですけど、その山にですね彼は毎週登ってるんですね、一人で。で、彼のその話を聞いたので、僕らもこのただ歩くっていうことをやろうと思った時に、彼にじゃあ高見さんにガイドをしてもらうっていうことになって、彼がいつもガイドをしてくれて、いつも案内をしてくれています。そんな感じでですね、いろんなことを、一緒に歩くっていうことがですねとってもいいんですね。なんか例えばこういう場にですね本人さんと誰かが集まってただ喋ってても、こう なんていうかな喋れる人はいいんですよね、本人さんもその人もだけど、ただ一緒に歩いてるとなんか喋ってなくても同じことをやってるみたいな感じでつながりができてくるっていうことがあります。この左のお姉さんなんかはですね、多分皆さんの家にも1個ある大手家電メーカーの社員さんなんですけども、彼女なんかは社内の認知症プロジェクトを進めるにあたってどうしたらいいですかって相談を受けたので、まずじゃあ一緒に山登りましょうって言って山登るっていうことだったりとかしています。で、こうやって誰かと誰かを一緒に何かをやるっていうことってすごくハードルが高いようにもしかしたら思われるかもしれないんですけれども、今ですね国もですねこういう、認知症の人と家族とあるいはいろんな人たちが出会って一緒に何かをやるっていうことを事業としてやろうとしています。それは認知症の人と家族の一体的支援プログラムというもので、これは認知症カフェみたいなもので、これからおそらく日本中にどんどん広がっていくと思います。で、これカフェ、認知症カフェを今までやってた人がこの一体的支援プログラムを取り入れてるっていうような事例も増えてきています。もし今日カフェをやられているとかカフェに参加しているよっていう方がいればですね、そういったようなこともぜひ興味を持っていただけたらと思っています。はい、ちょっと時間が少しなくなってしまったので、今日はこれぐらいで僕の話は終わりたいと思います。何が言いたいかっていうと、本当に皆さんぜひ一緒に山に登りましょうというか一緒に歩きましょうということをまずやってみませんかということを今日はお伝えをしたかったかなというふうに思っています。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。